スパーヌーンは、ラオスの王族、政治家。ラオス内戦時は、サハパテトラーを代表として、連合政府副首相を務め、王政廃止後は、初代ラオス人民民主共和国主席及び、最高人民議会議長、赤い殿下の異名を持つ、スファヌボンとも表記、ルアンパバーン王国の文婚副王の子として、ルアンパバーンに生まれる。 1931年から1938年までフランスに留学して土木技術を学んだ。第二次世界大戦において日本の影響下にあったラオスは1945年の日本の敗戦後シーサワー・アン・ウォン・オーが独立を取り消し旧宗主国フランスの支配下に戻る動きを見せた。これに反対するスパーヌーンラはラオイサラを組織し反仏運動を指揮した。 同年10月、イボニー・ペッサラーと副王の主導下にラーオ、イサラ公選政府が樹立されると、通信大臣に就任。後に、外務大臣、ラーオイサラ軍総司令官となる。1946年3月、ターケークの戦いでメコン川を渡課中に銃弾を受け、一発は、心臓からわずか数ミリのところに命中したが、一命を取り留めた。1949年、 フランス連合内で、ラオス王国が成立したが、外交権と防衛権は付与されず、この過程でスパヌーン・ラサハとスワンナ・プーマ・ラウハの路線の違いが明確となり、ラーオイサラは分裂した。スパヌーンは続いて1950年8月に、ネオ・ラーオイサラを結成し、同中央委員会議長に選出され、公選政府の首相に就任し、引き続き、反仏闘争の指導に当たった。 1953年10月のラオス王国完全独立後、国内では、左派、右派、中立派に分かれての内戦が勃発し、左派の指導者となったスパヌーンはネオラアオイサラを、ネオラアオハクサートと解消し、北ベトナムと親密な関係を持つようになった。王族出身でありながら、左派の指導者となったスパヌーンは、赤い殿下と呼ばれた。1957年、 スワンナ・プーマを首相とする第一次連合政府でスパーヌームは計画、建設、都市開発大臣に就任。1958年王国に編入された北部二省での補欠選挙にてラオス愛国戦線は21議席中9議席、同盟関係の平和中立党も4議席を獲得した。スパーヌームは全立候補者の中でトップの得票を獲得し、 ビエンチャンケンから選出された。この選挙はラオズ愛国戦線が参加した唯一の選挙であった。左派の勢力拡大に警戒を強めた右派は連合内閣の総辞職を決行。翌1959年に成立した新米右派プイサナニコーン内閣によってスパーヌームは逮捕、投獄された。だが1960年5月、スパーヌームは脱獄に成功し、 その後も共産主義勢力、パテートラーをの指導者として活躍した。1960年8月、コン、デ単位のクーデターにより、右派政権が崩壊し、プーマの中立派政権が樹立されると、同年11月のプーマスパヌーウォーン海岸で、連合政府の樹立で合意した。しかし、12月には、右派の大沢軍がビエンチャンを制圧したため、インゴは、 中立派軍とパテートラーオ軍は、ジャール平原を拠点に共闘し、右派軍に退治する。1961年から62年、右派のブンム殿下、中立派のプーマ殿下、左派のスパーヌーン殿下の三殿下会談を重ね、1962年6月、連合政権の組閣に関する、ジャール平原協定に署名した。6月23日、プーマを主犯とする。 第二次連合政府が樹立されると、スパーヌーンは副首相権経済、計画大臣に就任した。1963年、中立派交換の暗殺事件を機に、中立派が左右に分裂すると、中立右派軍と中立左派軍イコール左派、パテートラーを軍が衝突し内戦が再発。同年4月に、キニムポンセーナー外相の暗殺事件が起こると、 直ちにジャール平原に避難した。1964年には、左派閣僚がジャール平原に引き上げ、連合政府は機能停止する。1972年2月に、ラオス人民革命党第二回党大会が開催されると、スパーヌームは党政治局員に選出され、序列第3位となった。1974年4月5日、第三次連合政府が樹立されると、 その政策諮問機関として全国政治協議会が設置され、4月25日にスパーヌームは同議長に就任した。1975年内戦はパテートラーオの勝利に終わり、同年12月2日全国人民代表大会で王政廃止、連合政府と全国政治協議会の解散、ラオス人民民主共和国の樹立が決議された。同大会で スパーヌームは最高人民議会議長に選出され国家主席を兼任。1979年2月20日にはラオス国家建設戦線代表に就任した。新国家でスパーヌームは原種の地位を占めたが実権はラオス人民革命当初基長であるカイソン・ポムイハーン首相が掌握していたため象徴的、儀礼的な役割を果たすのみであった。晩年は 病気がちであり、1986年10月29日には国家主席職を休職し、プーミウォン・ウィッチットが国家主席代行としてスパーヌーンを補佐した。また国家建設戦線議長職もプーミが議長代行を務めたが、1988年10月に同議長職を辞任した。1991年3月の第5回党大会で、 党政治局員を退いて、党中央委員会顧問となり、同年8月15日、国家主席職を改ンポムイハーンに譲って、政治の第一線から引退した。1995年1月9日、心臓病により85歳で死去。ベトナム人女性と結婚し、11人の子を設けた。長男のカムザイ・スパーネウンは、党中央委員、財政省を務めたが、 2000年にニュージーランドに亡命した。青山112ページ、山田の利彦ラオス人民革命党第7回大会によると、パテートラオは一般的にラオス独立運動や共産主義勢力を指して使用されるが、正式にはネオラオハクサーとの戦闘部隊を指す。共同、スファヌボン大統領が休職。 朝日新聞1986年11月2日、RP、スファヌボン大統領現在、朝日新聞1987年9月11日、赤い殿下シリゾクスファヌボンシラオスの投資に朝食を、辞任、朝日新聞1988年10月21日、山田則彦、ラオス人民革命党、第7回大会、136ページ。ありがとうございます。